はい、ということでツルザップなんですけど、今日ツルザップさんちょっと事情があって来れないんで、あのいつも声だけ出てるおじさんが撮らせてもらいますということでね、もうお二人はね慣れてますからね、ツルザップも常連選手ですからね。そのアイコンタクト何かなということで、楓選手、今日は試合ですね、はい、相手の印象はどうですか？なんか空手っぽい選手やな、前にガスガス来るタイプやなって思ってます。はい、まあいつも通り、はい、あの行かれるワカメちゃんで、でも髪の毛伸びちゃったんでね今日も安定な感じですか？はい、いつも通り淡々と。でですね、今日ツルザップさんから KO すると KO 賞を預かってきてるので、おいしいものをちょっといっぱい食べてもらってね、ということで、あの楓選手はこの後も試合決まってますからね、はい、次もタイトルマッチ、浅井選手とリベンジですね、はい、ということで今日はね、お隣にお姉様の最近ね TikTok で話題の伊万里さんがいますけど、ね、ということでじゃあ見てる方に一言お願いします。今年はいい波に乗れるように一発目からしっかり勝って次につなげたいと思うので応援よろしくお願いします。はい、ということでもう高校も卒業されて、はい、ね、大人ですね。はい、伊万里選手も、ね、次、試合決まってますね、佐藤孝さんとも、まあ、その後は王座決定戦も決まってますので、はい、2人揃って白いベルトを巻いたらちょっとインパクトあるかなっておじさんは思いますが、はい、ということで、まあ、勝った場合今日またコメント取らせてもらいます。じゃあ頑張ってください。星野姉妹でした。はい、ありがとうございました。はい、ということでツルザップなんですけど、今日ツルザップさんまた来てないんでまだ会ってないですよね。まだ会ってないです。動画見てもらいました？ツルザップ、あ、見ました。見ました、はい、ありがとうございますということで今日も楓選手の試合なんですが、はい、印象はどうですか？相手の、まあ、強いって聞いてて、実際試合も見させていただいて、やっぱりパンチから蹴りにつなげるのが得意な選手だなっていうの印象でした。今日はじゃあどんな、まあちょっとあんまり聞けないんですけど、戦略とか、はい、まあ、見てる人に一応メッセージだけお願いします。今回3戦目なんですけど、3戦目もやっぱりまだ KO っていうのがまだ1回もないので、今回は倒して勝ちたいなって思います。応援お願いします。はい、ということでまたあの4月も、あのクレヨンしんちゃんのいる春日部で試合決まってますね、はい、先生それもちょっと連続で頑張ってください。はい、ありがとうございます。お母さん若くて綺麗ですねそれはいいですねということで亀谷選手、はい、頑張ってください。はい、ありがとうございます。
ールで判定の結果をお待ちください。はい、ということで2対1、まあかろうじて勝利した感じでしたね。今日楓選手です、お疲れ様でした。どうですか今日試合を終えてみて。いや今日の試合をして一応勝ってたんですけど、まあ、自分の中では負けやなって思ってるんで、この試合を生かし反省して次の試合につなげれたらなって思いました。はい、どうですか今里さん、今のドキドキしましたね。そうですね、私でもまあちょっと僕正直今日のジャッジの流れ的に負けかなって正直思いました。ちょっとパンチ被弾して鼻血を気にしすぎてたし、ちょっとね、まあ、蹴りとか出てたんで、まあ、ミネルバルールだと勝ってはいるんですけど、ちょっと違うルールだったんで負けもあるかなと思ったんですけど、まあ、最後粘って、まあ、ちょっと僕の中で今日勝利したんで点数的に、ね、20点いつもの、ね、強いちょっと楓選手というより、まあね、向こうも神谷選手も空手ではすごい有名な選手だから、ちょっと前蹴りもらったり、うんね、パンチいつもみたいにちょっと細かく打てなかったですね、単発だったし、ね、このちょっと怒られてください会長にでもね、次もタイトルマッチ決まってますんで、その前にこういうなんていうんですかね、こうきつい試合できてよかったんじゃないですか。どうですか今里さん、頑張ってほしいですね。あ、頑張ります一緒に、うん、まあ一応ね勝利したということで、まあ、一応になっちゃってごめんなさい。僕の中ではねもう楓選手すごい日本でトップクラスの選手だと思ってるんで、またちょっと頑張ってください。最後に見てる方にメッセージお願いします。こんなしょうもない試合をしてしまって、あとちょっとベルトが近くにあるのに、こんななんか初心って言ったらいいけど、始めたばかりの人みたいな試合、言い方悪いけど、なんかあまり上手い試合ができなかったので申し訳ないなって思って、ね、楽しませる試合ができなかったことが本当に申し訳ないです。これからは練習をもっと重ねて強くなっていくんで、よろしくお願いします。はい、ということでやっぱ高校卒業したんで大人のコメントになってきましたね2人とも会った時はまだね高校生だったんで何言ってるか分からへん、うん、まあちゃんとね、まあ、でもこれをまあ次浅井遥香さん決まってるんで、もうあのね若めちゃんファンも多いんでということで、あの次も頑張ってください。ということで楓選手と今里選手でした。チャンネル登録もよろしくお願いします。はい、ありがとうございました。